こんにちは、もちよです。今回は地理の勉強法について説明をします。地理の勉強法で僕がおすすめしているのは、オリジナル地図を作るっていう勉強法です。このオリジナル地図を作る勉強法について、今回の動画では説明をしていきます。で、オリジナル地図を作る勉強法について説明をする前に、まず、そもそも地理とは何なのかについて話をします。こういうのを確認するの結構大事かなと思うので、ちょっと時間を取りますが、話をします。そもそも地理とは、 人間の活動とフィールド場所がどのように関わっているかを学ぶ科目だと思いますで社会科っていうのは人間の活動について学ぶ科目ですで理科っていう科目ありますよねで理科っていうのは人間の活動ってよりは自然について学ぶ科目ですでなんですけど社会っていうのは自然じゃなくて人間の活動について学ぶ科目だよっていうことになってますその人間の活動、まあ、これちょっと人間じゃない、まあ、人,間人間ですよねこののの…人間の活動って、その フィールド場所に影響を受けますよねその人間の活動とフィールド場所等をセットで捉えたものっていうのがチリです例えばチリではこんなことを学びます人間の活動の舞台となるフィールドはどんな特徴を持っているのかもっと例を出すと熱帯地域の特徴とか南アメリカ大陸の気候地形文化などですあと 人間の活動とフィールドがどのように関係しているかについても学びます。例えば北海道の酪農です。北海道で稲作をしようって思っても北海道って北の方にあって寒いので稲作は難しいです。難しかったです。 です。で、じゃあ北海道では寒くてもできる酪農をやろうこれが人間の活動ですねっていうふうにフィールドと人間の活動がどのように関係しているのかっていうことについても学びますもしかしたらこうやって思う人もいるかもしれません北海道で酪農が行われるようになった理由って他にもあるでしょう、まあ、確かにその通りです。実際は歴史的な理由や他の地域との関係性の理由などいろんな理由があるみたいです こんな感じで一つの見方からだけじゃなくていろんな角度から物事を捉えるっていうのが社会科の特徴ですまとめると地理は人間の活動とフィールド場所にスポットライトを当てた科目ですでまあ前置きはここまででじゃあそんな地理っていうのをどうやって勉強すればいいのかっていう本題に移りましょうオリジナル地図を作るっていう勉強法がいいと思いますこれは地図に学んだことを書き込んでいくっていう勉強法です この方法を使うことで人間の活動とフィールドを結びつけて理解することができると思うから地図に学んだことを書き込んでいく勉強法がいいんじゃないのかなと思っています実際に僕が学生時代に作ったオリジナル地図がこれですこんな感じで白地図に勉強したことをどん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 書き込んでいくっていう勉強法です学校の授業学校の授業を受けながらもしくは問題集を解きながら参考書を読みながら あーこれは知らなかったなっていうのを白地図にその都度書き込んでいくっていう感じですでもともとの白地図がこれですこれあの白地図専門店っていうあの無料で白地図をダウンロードできるサイトからダウンロードできますのでその白地図専門店っていうのを使うのがおすすめです白地図専門店のリンクは動画の概要欄に貼っておきますのでもしよかったら見てくださいあと他にはこんな感じですねこれ左側がアフリカ大陸地図に書き込みすぎるとほんとぐちゃぐちゃャとなってしまうこともあるので地図の外こういう部分に 追加の情報を書き込んだりもししていました右側が北海道の白地図ですでこんな感じで勉強したことをその地域のところにどんどん書き込んでいくことでぱっと見でわかるっていうか1枚の地図の中に全ての情報が入ってるっていうことになりますので復習する時に復習しやすいかなと思いますなんかノートを見て参考書を見てってあちこち行かずに済みますので結構効率的ですでまあなんとなくやり方は分かったんだけど白地図に書き込むのって大変だよね と思う人もいると思います。もし白地図に1から書き込むのが大変だって思う人は、学校で配られている地図帳に書き込むのもありかなと思います。学校で配られている地図帳だったら山脈とか最初から書いてあるじゃないですか。まあ、ただ、まあ、学校で配られる地図帳でもいいんですけど、僕はなんか情報がこう多すぎてなんか見る気なくすかなと思います。こんなごちゃごちゃって書いてある、ね、この地図に。 新たに情報を書き込んんんでいいいくのっってななかちょととしんどいなと思いますだったら僕はあの白地図を自分から作っていく方が作ることで記憶にも残りやすくなりそうだしいいのかなと思ったので白地図でやることにしていました。って言ってもまあ山脈とか書き込むの大変っていう人もいると思うしでも僕も実際そうだったので白地図を作る上で手助けとなるものを使ってもいいのかなと思います。で おすすめなのがこの地図帳ですこれ河合塾が出してる地図と地名による地理攻略っていう地図帳ですで大学受験向けなんですけれども、まあ、余計な情報を省略したシンプルな地図帳で使いやすいので、まあ、中学生でも使えるかなと思いますで中身はこんな感じですさっきの学校で配られる地図帳と比べるとかなり情報量が違いますよね僕はちょっとこれを見ながら勉強するのちょっと無理だったのでこの地図帳を買って これで勉強するようにししていましたこれを使って自分の白地図に書き込んでいくっていう感じの勉強法です、えー、以上オリジナル地図を作るっていう勉強法について説明をしましたまとめると白地図に学んだことをその都度書き込んでいくっていう勉強法ですこの勉強法を使うことで人間の活動とフィールドとを結びつけて理解することができるようになりますで最後に二次試験で地理を使うっていう人に向けて話をします二次試験で地理を使う場合論述が必要になることもあると思います で地理の論述対策についてはブログの記事でもうちょっと詳しく解説をしていますので動画の概要欄からブログの記事に飛んでもらえればいいかなと思いますまた論述問題の解き方についても動画やブログで解説してますこれも動画の概要欄に貼っておきますので後で確認をしてみてください、はい、以上地理の勉強法について説明をしました頑張りましょうさよなら